ことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は6月の21日火曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ラザリアンあらるーイエーイバラに活力剤をあげたことがあるありますよね。皆さん、バラに活力剤元気になってねまだまだ頑張ってねというこの一番化が終わって、さあいよいよ夏に成長するぞっていう時に活力剤あげていこうと思いますよ。はい、今回こちらメネデールですね。メネデールと一緒にこちらの、はい、バラの液肥も与えていってあげようと思いますよ。うちの場合は固形の有機肥料をあげてますけども、この液肥は即効性がありますので、はい、こちらとセットであげていこうと思います。そして、はい、今日6月21日、バラ友からいただいたこちらの誕生日プレゼントのアジュールが綺麗に、もうさらに満開を迎えてくれておりますよ。はあ、はあ、とってもいい香りです。はあ、もう、もうこの香りのバラにうっとり癒されて、なかなかバラ作業が進みませんけども、はい、頑張ってバラ作業やり終えた後には、他にも香りのバラちょっとだけ咲いておりますので、カットして今日も楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では6リットルじょうろにこちら1000倍液肥1000倍、そしてメネデールは100倍で入れていこうと思いますよーと。一旦軽く水をあげてから与えていこうと思います。雑草は抜いとかないと雑草が元気になっちゃいますからね抜いときました。はい、香りのバラカットしていきましょうと言っているそばからごまだら紙切り、はい、おはようございますと、はい、背後から近づいてとりゃ、はい、気を取り直して香りのバラカットしていきましょう。まずはアジュール綺麗に咲いてくれておりますよ。はい、それからヒューディクソンも綺麗に咲いてくれました。ローズボンパドゥールも可愛く咲いてくれておりますよ。はい、そしてこちらラドルチェビータ綺麗に咲いてくれました。シェーラザードも小さく可愛く咲いてくれておりましたよ。はい、そして今日は口なし、口なしもいい香りをしておりますので混ぜていってあげましょう。そしてアンドレも綺麗に咲いてくれておりました。ピエール・ドゥ・ロンサールも綺麗に咲いてくれましたよ。あ、今日はたくさん咲いてくれたね、くーちゃん。よかったね、とかさん本当にありがたいです。こちらのピエール・ドゥ・ロンサール、一番香りが弱い子から楽しんでいきましょうか。ああ、うん、微香ですけども、ととてもティーの爽やかないい香りがしますよ、ピエール・ル・ロンサール。いい香りです。そしてこちらですね、アジュール。綺麗に咲いてくれておりましたよ。バラ友からいただいたアジュール。本当に爽やかで甘くて最高です。そしてこの隣のラドルチェビータ。この子も甘くて爽やか。いい香りです。そしてこの上、ローズポンパドゥールは、相変わらずフルーティー。最高です。そしてこのアンドレ。黄色いバラ独特のティーの良い香りがしますし、こちら、ヒューディクソンですね。ヒューディクソンも相変わらず、ダマスクとティーをいい感じでブレンドした。甘くて爽やかな良い香りで、この上のシェーラザード。シェーラザードもレモンのような良い爽やかな香り。そして一番強烈に香りを放っているのがこちらですね。バラではありませんけども、口なし。口なしは、きたー、もうこの強烈なバニラのような、綿菓子のような強烈な甘い香りがしますよ。もうすごいですね。もう今日もう香りのバラとこの口なしの甘い香りの混ざった、もう最高です。もうどこをどう香ってもいい香りがしますよ。もう香っても香っても良い香り。もうまさに香りのバラの金太郎飴や、金太郎飴や。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラに活力剤、あとは液肥という動画でしたけども、なんとかバラたちに夏バテを起こさず、元気にもりもり大きくなってもらいたいものですね。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。地球のみんな、オラに元気を分けてくれ。はい、これが分かった方は、外のドラゴンボール好き。